前回のレッスン1の、ツイストでスリムな体型皆さんできましたでしょうか。はい、私のちょっと腹筋を、見せたところで、第2弾始まりました。はい、今回はレッスン2について、はい、レッスンしていきたいと思います。前回ツイストダンスの、基本っていうのができたところで、次はワンランクアップして、ダンスしていきますよ。で、今回のダンスが踊れるようになると、ほとんどのツイストダンスに合わせることができるようになってきます。で、前回は一箇所の決まった位置での、踊りで動きがなかったので、今回は、横にこう動きます。今回また、ダンスをしてですね、皆さんスリム体型、スリム体型目指していきましょう。レッスン2。はい、じゃあ始めてみましょうか。前回のおさらい。はい、中腰にして、頭の位置は変わらずに、右左とこう交互に出します。はい、そして前回の練習として、ここにですね、空き缶を挟んでいただいて、で、上手くなってくるとこう空き缶を落とさずにですね、このように今ズボンがね、ズボンが滑っちゃうんですけど、このような感じで空き缶を挟んだままこう、はい、こういうツイストダンスするのが理想的なツイストスタイルと言われております。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、こんな感じで、はいはいはい、はい、そして、次いきますよ。レッスン2のダンスに移っていきたいと思います。前回のこのツイストダンスの間にワンクッション、またダンスが入ります。はい、この状態からまず一回普通に私の方でやってみますよ。ポン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 。はい、これが足で、手は同じです。このダンスはツイストの手振りは基本的にどのダンスも共通です。なので足を覚えていただければ OK ということになります。はい、さっき早くやってしまったんで順番にやっていきますよ。はい、右足を出したところから右足を縮めると同時に こちらの左足を上げる。で、この膝の裏に当てます。そしてその次が、左足をついたと同時に向きはこのようにスライドさせて、右足をまた左足の膝裏に当てます。そしてこの状態から右足を置いた瞬間に前回のレッスン1のまた左足に戻ります。で、また戻っていきますよ。左足を戻して右足を膝裏で、右足をついて左足を、右足膝裏で、そしてポーンと。はい、なかなか難しくなってきましたね。はい、ポン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 。で、これが気をつけなくてはいけないのは、頭がやっぱり上下しすぎると格好悪いですね。はい、頭の位置は一定で、膝の腰の中腰状態も一定。はい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 、というのがレッスン2のツイストの技になります。はい、じゃあね、音楽に合わせてやっていきたいと思います。
ごめんちょっとあの血が騒いで踊り出してしまった。危ない。レッスン2はここまでね。はい、というわけでレッスン2いかがでしたでしょうか。はい、あのちょっとねトラブル発生、高行が調子に乗りすぎてノリノリになってきて、あのレッスンを忘れてあの上級編のツイストを踊り出してしまうというトラブルが発生しましたけども、申し訳ございませんでした。まあそこは多めに見ていただいて、レッスン2のねダンスはね、結構ねレッスン1に比べてこう動きが出て、体もかなり動かしますんで、代謝が良くなって、で脂肪もだんだん燃焼してくるダンスになっております。はい、で結構ね足も動かすし腰も動かすんで、腰のスリム化はもちろんですね、足のスリムの方もですね、両方効果があるんではないかと思っております。はい、ではね、楽しくなってきたツイストダンスレッスン3はまた次回。はい、レッスン3はどんなツイストが待っているのでしょうか。では皆さんお楽しみに。またレッスン3で会いましょう。じゃあねー。